ドノインターナショナルは、北海で、ノルウェー第4位の石油上流部門の企業であり、北海、中東、アフリカで油田の探索、開発を行っている。オスロ証券取引所上場企業。ドノインターナショナルは、ペルトラとドノのノルウェー事業部門が合併して、成立した。 D ナ、no. ンバーワン9 7 1年に創業し、ノルウェーの石油会社として初めて、オスロ証券取引所に上場した1974年には、ドノはイギリス大陸法にある、ヘザーフィールドからの利子収入ではあるが収益を上げることとなった。1984年には、ノルスクハイドロ、サーガペトリウム、スタトイルに次いで4番目に、 ノルウェー大陸法での油田開発が許されたが、1991年には、創業権を売却し純粋投資会社となった。その後、1997年には、ドノは、ヘザーフィールドを完全に買収し、油田開発に参入。1年後にはイエメンで、油田開発に参入した。2000年には、北海での油田開発に再参入し、2002年には、 ノルウェー大陸法での油田開発が許された。2003年にはイギリスでの油田開発権をスウェーデンのランディンペトリウムに売却した。2008年10月13日、ドノはガリーットフィールドの株式をスタトイルハイドロに13億ノルウェークローネで売却することを発表した。ドノはノルウェーにおいては他社と油田開発は協業している。イギリスにおいて どのインターナショナルは、ブロック211、22バイトにおいて経営権の60%を所有している。イラク北部において、クルディスタン地域政府と油田開発に合意している。どのインターナショナルは、遠くフィールドに経営権の55%を所有する。イエメンにおいて、どのインターナショナルは、以下の油田を創業している。イエメンでの開発状況モザンビークでは、 DNA インターナショナルは、インファミンがブロックの経営権の80%を所有する。赤道ギニアでは、ブロック P の経営権の5%を所有する。ありがとうございます。